小佐山茶、東村山温度は、1963年に発表された日本の楽曲である。東京都東村山市の市政施行を記念し、東村山町農業共同組合が、東村山町役場の協賛を得て、レコード発売した温度である。この項目では、志村県が同曲をアレンジカバーした、志村県の全員集合東村山温度等、 カバー楽曲についても述べる。1963年東京都北多摩郡東村山町制定で東村山町の業共同組合が発売した。作詞の土屋忠氏は当時東京都武蔵野市水道部長であった。歌はキングレコード専属の歌手、三橋道也、下谷文子、春日八郎、大津よしを起用し、振り付けは日本舞踊家。 花やぎ特命が担当した。東京郊外の小さな町でこれほどの企画が実現できた背景には、パン食の普及で当時需要が急増していた小麦の出荷により東村山町農協に莫大な収益があったためであると言われる。現在でもオリジナル版のカセットテープが東京未来農業共同組合東村山支店で入手できる。また、 東村山市の公式サイトで配信されているほか、私立図書館で借りることもできる。東村山温度、三橋道也下谷文子玉子子歌、春日八郎、大津吉子概要その13年後、1976年6月21日に、歌手の平田光がカバーし、原曲と同様に、キングレコードより発売した。B 面は、 ダニエル・ブーンのヒット曲、ビューティフル・サンデーであった。明確に企画版であるが、平田の歌唱は成長で勝負した。平田は当時、前年まで活動していたバンド、原光とシャネル5から、同年2月5日にソロデビュー、デビューシングルの愛のカリュードが10万枚を超えるヒットをしたばかりであったが、路線の違う楽曲。 イラストのジャケットで同シングルをリリースし、オリコン最高位は65位を記録した。同シングルの演奏は、シャネル5であり、同バンドも平田も、かつてリリースしたアルバム、輪っかないブルース以来、カバーは得意とするところであり、同年に、平田光シャネル5名義でリリースした、アルバム、愛のカリュードに、同曲は収録された。2016年10月現在、 CD 化はされていない。収録曲東村山温度ビューティフルサンデー概用東村山市出身の志村健がザ・ドリフターズの一員として出演していた TBS 系のバラエティ番組8時だよ。全員集合での名物コーナー少年少女が師匠隊にて東村山温度をリメイクし披露後にレコード化もされた。 番組放送当時の視聴者を中心に、オリジナルよりも知名度が高い。志村県の全員集合東村山温度は、志村と同じドリフメンバーの加藤茶が、宮本幸二の楽曲である、初めての、僕ですをカバーした、加藤茶の、初めての、僕ですとの両 A 面シングルとして、1976年に、東芝 EMI より発売された。 編曲は両曲とも高島明彦が担当した。オリジナルの東村山温度とは歌詞、メロディともに異なり、東村山四丁目、三丁目、一丁目の歌がある。四丁目は成長に近い形だが、それ以降が独自に加えられており、三丁目は怒りや長介が作詞、作曲、一丁目は志村が作詞、作曲、 丁目の数字が小さくなるほど、メロディ歌詞ともにコミカル、スピーディーな内容になる。東村山二丁目という歌詞がないことについて、後年志村は、語呂が悪く、ギャグのテンポがずれるからと説明している。また自身の著書、変なおじさんでは、作る時間がなかったとも語っている。なお、歌詞に出てくる、東村山丁目という地名は、 東村山市には実在しない。当時、多くの小学生が東村山を訪れ、交番で東村山一丁目から四丁目の場所を訪ねるといった社会現象が起こった。東村山音頭を全員集合で披露することになった理由については、イカリアが著書、ダメだこりゃで、全員集合のネタ作り会議の合間にメンバーで将棋を指していた際に、志村が、 得体の知れない歌を歌いながら指すことがよくあり、将棋が優勢になるとその歌が口をついて出てくることから、いっそそれをネタとして使ってしまおうとなったことが、きっかけであると明かしている。志村健の岸村はこの曲により、東村山市の知名度を高めた功績が認められ、当時の東村山市長から感謝状が授与された。この時、 感謝状授与記念と志村への激励の証として植えられた欅の木、志村県の木が東村山駅前にある。2001年にドリフが正式な出場歌手としては最初で最後の紅白出場を果たした第52回 NHK 紅白歌合戦での出場の際にはメドレー、ドリフの本当に本当にご苦労さんスペシャルの中で歌唱された。2006年には ご当地限定グッズとして、東村山温度パラパラバージョンが発売され、情報番組で紹介された。志村は2020年3月29日に死去。同年3月26日から4月1日、集計文のスポティファイ、バイラルトップ50のランキングでは、本楽曲が4位にランクインされた。没後の6月25日に、東村山市名誉市民に認定された。 収録曲、加藤茶の、初めての、僕です。加藤茶志村県の全員に集合東村山温度、志村県進む平太が、東村山ラップ温度を制作し、2018年の、東村山市民産業祭りで発表した。東村山市市政施行50周年を記念して2014年12月1日から2016年3月31日まで、 西武新宿線東村山駅にて、下りの4番ホームで、東村山温度の前奏部分、上りの5.6番ホームで、東村山温度の歌い出し部分が発車メロディに、使用された。2020年7月14日から、1.2番ホームで、東村山温度の発車メロディが復活した。ありがとうございます。